皆様、お戻りでしょうかそれでは第2部、シンポジウム、テーマは、がん患者が望む理想の在宅医療とはです。ファシリテーターを、トータス往診クリニック委員長、NPO 血液在宅ネット理事長、大橋光太先生にお願いいたします。シンポジストには、 公益社団法人、埼玉県看護協会、鳩ヶ谷訪問看護ステーション所長、白石恵子様東京医科歯科大学病院、がん患者専門看護師、宮田優子様にもご登壇いただきます。では、おは先生、よろしくお願いいたします。はい、えー、皆さん、はじめまして、あ映ってますでしょうか。 えと今日はごご視聴いいいただいて本当にありがとうございます第18回がん患者大集会の2部では一部でご講演いただいた新田先生と河野さんにもご参加いただいてがん患者の望む理想の在宅医療というところであの少しお話を広げていければなと思います。で2部から のあの新しく加わるあのメンバーがおりましたの私も含めてなんですけどもえ3人の方が加わりますのでえちょっとそれぞれからあの自己紹介をあのさせていただこうと思いますあのスライドも使ってあの自己紹介をさせていただきますえっ、ー、とですねじゃあまずあのファシリテーターの私から恐縮ですがさせていただきたいと思いますえっ、ー、と よろしくお願いしますえー、っと、えー、私はあの血液がん、えー、白血病あの急性骨髄性白血病 MDS のサバイバー、えー、元患者です、えー、当時あの自分が患者だった時にあの一番こう自分の中で引っかかっていたことというのが、えー、まさに今日のテーマである患者さんが、えー、自分の家に帰れないということでした、えー、そしてあの まあ自分が入院していた時にこうあのと同じ患者仲間たちが、まあ、なかなかこう治療的なところで病院でできることがなくなっている状況であったとしてもなかなかお家に戻ることができませんでした。まあもうあの20年以上前の話ですので随分時代は違うと思いますけども当時はそんな状況でした。でそこをまあ何とかしたいなということで、まあ、医師になって血液内科医緩和ケア医として勤務してし きましたでその中でこうまあ,あの自分の中ではこう医者になればあのそこが少し解決できるんじゃないかなと思っていた部分もありました。えー、ただですね正直なところま、えー、まあ十分ににはなななかかかの対応できなかったように思います、えー、それは、えー、自分が血液内科でこう自分の患者さんをおう,ちおうちに帰そうと思った時に、えー、なかなか、えー、自分がこう求めている対応をしてくださる在宅 医療機関を見つけることができなかったということがあります、まあ、そんなこともあってまず今度は自分が在宅医として勤務しようということで現在に至りますでこのトータス応診クリニックという東京都の狛江市にあるあのクリニックをやっています二十四時間三百六十五日の対応ですが、まあ、あのそうは言ってもですね夜間はほぼあの私一人で対応しているような感じの、まあ、ちっぽけなクリニックです ですが、えー、在宅見取り、まあ、お家で最後をあの見させていただく方が、まあ、年間で120人ぐらい120人というと、まあ、3日に1人ぐらい、えー、患者さんが亡くなられるっていうような計算になりますので、まあえー、そんなにこう人が亡くなっていったら、えー、大丈夫なのかなとか。あのー そんな風にしててこうもうあの疲弊してしまわないかなっていうふうに思われたかもしれないんですけども、えー、ただあの先に日田先生のお話もありましたけどもあの、まあ、こう最後に関われるっていうのはとても名誉なことでもあるわけですね。こう自分が患者だった時には患者仲間がこう最後を迎える時でもベッドサイドにいられるってことはまずありませんでした。でですのでまあ 医師という立場が違うけれども、あのすぐそばにいられるというのはとても光栄なことだと思います。えそんな気持ちでやっております。で今はこのあの血液の患者さん、あの血液癌の患者さんがあの在宅で、えー、過ごせるようなまあ、システムづくりをあのこの NPO 血液在宅ネットというグループであの進めています、えー。そんな活動をしております。今日はどうぞよろしくお願いいたします。えー、私の自己紹介は以上です。 じゃあ今共有切りますね。えー、それではですね、えっ、ー、と続いて今度はあの東京医科歯科大学のえん、ーえー、看護専門看護師の宮田さん、宮田さん自己紹介のスライドって出せそうですか。よろしくお願いします。はい宮田です。どうぞよろしくお願いいたします。じゃあ画面共有させていただきます。 では、えー、と改めまして東京医科歯科大学病院のがん看護専門看護師の宮田と申します。今日はですねあのハイブリッド開催だとこの写真の東京医科歯科大学病院あの私の通ってる毎日通ってる病院ですけれどもここの中で皆さんとお会いできることを楽しみにしてたんですけど <laughs>、まあ、あのちょっとね残念ながらお会いできなくなりましたけれども、まあ、こんな形の病院。 で働いております、えっと、東京医科歯科大学病院はですね東京都文京区お茶の水駅というところにありまして、まあ、こういう立地でちょっとちっちゃいんですけれども、まあ、どの駅から来ていただいてもいろんな路線乗り入れているので大変便利な駅で駅からすぐ近くなのでいろんな他府県の患者様からも通いやすい病院として。 お通いいただいている病院になります。で病床数813床,床ありまして、がん関連の指定状況としましては、がん診療連携拠点病院、がんゲノム医療拠点病院、東京都小児がん診療病院、関東甲信越地域小児がん連携病院という指定をいただいております。でその他の他 がん患者さん関連する特色としまして、挙げさせていただきました。えっ、ー、と、3次救急を有しております。あと、緩和ケア病棟も有しておりますので、がん患者さん、あの、急に体調が悪くなった救急車でいらっしゃるという時にも、救急でお引き受けする。あと、緩和ケ,ケア病棟というところでも、療養いただけるというのが特色になっているかと思います。でまあ、あの、余談ですけれども、去年、 医学部附属病院と歯学部附属病院がくっついて1つの病院になります。で当院のがん診療、がん患者支援部門はです、ね、がん先端治療部というところがあの統括してになっておりまして、がん治療をするようなセンターが、この包括的がん治療センターというところにあります。統計部がんですとか、えーと 皮尿器がんという患者さん、えーと、非常に多く見させていただいております、あとブレストセンターというところもあって、えー、と横断的センター、ユニットというところで、えーと、多職種が連携して患者さんを拝見している、あと基盤ユニットで、ジムとか、えー、とがん登録というようなところも入っております。で私はこの緩和ケアセンターというところを中心に、がん相談支援センターと兼務しております。 で看護ケアセンターの中に、がん看護外来というのを作りまして、えー、と日頃はがん患者さんご家族のご相談に対応しています。でが,んかがん看護外来というのは、えー、とこのように書いておりますけれども、えー、と専門看護師をはじめとして、がんに関連した認定看護師が集まって、えー、と患者さんご家族の相談に対応する外来となっております。 当院で通院治療中、入院中の患者さんご家族のご相談に対応しております。で、えっと、がん相談支援センターはいつでも誰でも相談できる窓口となっておりますので、こちらの方では、えっと、単位の方とか、えっと、一般市民の方のがんに関するご相談というのもお引き受けしていますで。えっと、相談内容ですけれども、 まあ本当に多岐にわたりまして、もちろん病院ですので、病気とか治療のこと、でそれだけじゃなくて、やっぱりあの生活者ですから、生活のこと全般、ご家族の心配だったり、お仕事のことだったり、経済面のことだったりということであの、相談内容は非常に多岐にわたるものとなっています。がん、えっと、看護外来っていうところ、がん相談支援センターは患者さんご家族が相談したいということで来られる。 ケースが多いんですけれども看護外来の方は医師とか看護師、あとがん相談支援センター等から、えー、とこういう患者さんがいて少し対応に困っているとかということでご紹介いただくくことが多くなってます相談の一例はあの下に吹き出して少しつけてますけれども先生がいつも忙しそうで聞きたいことがあるけど聞けないということで一緒に診察の場に行って一緒に聞きましょうということをやったりですとか。 もうとにかく告知されて不安でいっぱいでどうしたらいいかわからないという方もいらっしゃいますしと治療の選択肢を提案されたけれどもどれを選んだらいいのかわからないという方ですとか、まあ、薬いろいろもらっているけども痛み吐き気がつらいということですとかいろ,ないろんな相談に対応しているような状況になります。またあの後で事例で改めて具体的なところには触れていきたいかと思います。 じゃ、以上です。はい、ありがとうございました。本当にあの先生がいつも忙しそうで、いろいろ聞きにくいとか、あの、本当に誰に言っていいのかわからないですよね。あの、本当に、あの。でも、こう、助かる。部門だと思います。えっ、ー、と、ありがとうございます。じゃあ、そうしたらですね、あの、じゃ、自己紹介シリーズで、ちょっと次の。えー、方に移りたいと思います。えっ、ー、と、今度、じゃ。 白石さんはつなげそうですかね大丈夫そうですかはい。じゃあ画面の共有させていただきます。ちっはい。すみません。 えとただいまご紹介にいただき,えさせあのいただきました、えー、と公益社団法人埼玉県看護協会鳩ヶ谷訪問看護ステーション白石と申します。今日はこのような機会をいただきましてありがとうございます。でえー、と簡単に、えー、と当ステーションのご紹介をさせていただきます。えー、と当ステーションは、えー、と看護師、保健師、助産師の職能団体である 埼玉県看護協会が設置母体で、えっ、ー、と平成7年9月に開設をして、今年で28年目となります。訪問看護業務以外に4つのお示ししている事業をえっ、ー、と併設している多機能型の訪問看護ステーションとなっております。で、訪問看護に携わっている職員も合計で18名と。 大規模な事業所,ですで事業所としては、えー、と在宅ケアの中核として、えー、と専門性を発揮して赤ちゃんからご高齢の方障害があっても暮らしやすい地域にできるよう活動させていただいております訪問看護の利用状況を簡単にご説明します。 先月、えー、と10月1日現在の利用状況です。えー、とご利用者様は全てあの全部で188名、えー、とが,んがん患者さんは26名で全体の13.8%です。で30代から90歳代と幅広い年齢層の方の訪問をさせてがん患者さんの訪問をさせていただいております。でえー、と40代で えーと治療を続けながら職場復帰を目指しリハビリ中の方や抗がん剤治療中で、えー、と中心静脈等の栄養のカテーテル管理とか、えー、と人工肛門等の医療的ケアが必要な方お薬の調整を行いご自宅でご本人の趣,趣味を楽,楽しみながらご家族と過ごしている方の訪問を行っております。 でえー、とコロナ禍になり病院でのやはり、えー、と面会制限があることでご家族と一緒にご自宅で暮らしていきたいということでご自宅で最後の時を過ごす方は増えてきておりますで訪問診療の先生と連携をしっかり行いながらご自宅でのおみとり,お見取りを、えー、と年間約20件ほどステーションで行わせていただいています。で えと簡単に私自身はえと10年前に父を膵臓がんで亡くしました、えー、と遠距離介護をしながらあのえと実家でのえーとサービスを使いながら自宅見取りをさせていただきましたで最近ではちょっと本当に私本当にここ最近なんですけどちょっと衝撃を受けちゃったのでえと学生時代の友人がえと乳がんで緩和ケア病棟に入院するっていうことで 連絡をいただいたただんですで入院して5日目にご本人があのお亡くなり亡くなってしまったんですけどもお悔やみに行った時に本人はやっぱり、えー、と怖くて治療ができなかったご両親にも全く内緒のままずっといたっていうことを聞いて私は本当に友人として力になれなかったことにあの最近本当に落胆してしまったっていうことがありました。今回は 先生方と一緒に皆さんと一緒にお話ができればなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。本当ご自分の,あのお友達のことも含めて、ね、本当に話していただいてありがとうございます。あよろしくお願いいたします。はい。えー、っと、それではですね、これからちょっとあの、えー、っと、 ディスカッションといいますかあの、少しお話を、えー、広げていくんですけども、えー、とどうしようかなあの。皆さん、ミュートは外しちゃいますかあのちょっと、えー、ファシリテーターが心もとないので、あの皆さんこう参加していただいた方がちょっとあのいいかなと思いましてあの、よろしくお願いします。えーとであのまあ、なのであの発言したいあの方はこう、もう 割って入っちゃってもいいですし、こうあの手を挙げていただいても大丈夫です。はい、よろしくお願いします。えー、っとですね、でまずえー、っと最初のあのお話し合いのテーマであの考えてたのがですね、えー、在宅医療のこう導入のところですね。おそらくこう今日あのご覧になっているあの視聴者の方々の多くは多分在宅医療ってあまり利用したことが ない方が多いんじゃないかと思うんですね。なので、こう、まあ、なんかね、自分から言い出すべきなのか、それとも先生の方からそういったことを提案してくれるのかなとか、どこに相談していったらいいのかとか、きっと、全然検討がつかない方も多いんじゃないかと思います。で、あの、え、そんなところで、きっと、あの、えー、こういった、その、導入のところに、一番、こう、苦労されている、あの、ということで、あの、宮田さん、あの、ちょっと事例。 も含めて、あの、ちょっとお話しいただいてもいいですか。よろしくお願いします。はい、じゃあ、えっ、ー、と、再び画面を共有させていただきます。うん、では、ですね、えっと、事例の紹介からさせていただきます。 50歳代の男性で胃がんの患者さんです。で、えっ、ー、と。生活は事務系の正職員で仕事が忙しくて、急な休みは取れないよと。えー、とえっと最近結婚した奥様とお二人暮らしでいらっしゃいます。で、治療としては胃がんはえっ、ー、と手術で以前摘出したんですけれども、その後脊椎に転移が見つかって、今は抗がん剤治療中という状況になります。 で症状はその背中の脊椎の転移のところの痛みで痛み止め、麻薬性のものを使っていらっしゃるのと抗がん剤治療の吐き気が結構強く出まして吐き気止めをたくさん飲んでいらっしゃるような状況の方です。ででえっと処方をいいろろ変更ししてお出すするんですけれども症状緩和が なかなかうまくいかないということで主治医の方からがん、えー、看護外来に紹介されて、えー、私が介入したという事例になります。そのなんか先生がうまくいかないと思ったその問題のところは次のスライドで出てくるかと思います、えーと。痛み止め、吐き気止め、消化薬、便秘薬とこう副作用、症状を緩和するお薬だけで10種類以上のお薬がありまして。 まあ多すぎてどの薬がどういう薬なのかというのがちょっともうん、あの難しくなってきているような状況です。であのよくよく聞いてみるとそのいっぱい種類のある紙袋に多分1つずつ入ってるのをビニール袋にまとめてあのもらって帰ると思うんですがそのビニール袋にまとまったまま置いていてそこから1個引き出して飲み1個引き出して飲み1個引き出して飲み。 これ引き出したっけあれこれ飲んだっけみたいな感じになりながらやっていてちょっともう残薬もバラバラになっているような状況、うん、で、えっと、吐き気止めのお薬も、まあ、がん抗がん治療中の方はあ僕もそうだったっていうのを思うかもしれないんですけれども吐き気が強い時だけこの,この日数日間は飲みましょうってお薬ですとかあとは豚腹、えっと、のお薬定時の 吐き気止めのお薬を飲んでいても吐き気がする時にこれを飲みましょうとか,なんかいろんな使い方があるんですねそれもちょっともうよくわからない状況になっていた。で、えっと、豚腹のお薬を先生出してくださるんですけれどもいつ飲んだかん,なんか一回どれか豚腹って言われたやつ飲んだんだけどなんかどれ,どれが効いたのかな豚腹も3種類ぐらい出ててかなりちょっとお薬に混乱されてるような感じでいらっしゃいました。 でえっと、受診はお一人でいらっしゃっていて共働きなので奥さんにこれを手伝ってもらうということはご本人は考えていらっしゃらなかったとっいう感じで、えー、となんとか別途こう手書きで書いて大きく赤字で書いたりしてお薬の説明を分かりやすく書いたり先生にはあの頓服にしなくていいように朝吐き気が強いなら朝飲みましょうとかそういった形で定時のお薬にしてもらったりあとはいつでも電話で。 私に相談ができる体制っていうのをお伝えしたりっていうことをやっていたんですけれども、まあ、次の受診の時には私た髪どこ行っちゃったかなとか、えー、とお薬やっぱりどれを飲んでどういうふうにうまくいったかうまくいかなかったかっていうのが分からなかったりお電話はあの仕事が忙しいからそんなのやってる暇はないということで吐き気自体はもう我慢して過ごすっていうような形でいってなかなかやっぱり症状がうまく緩和できない。 ということで、えっとまあ、私の方から先生にもあのお願いをしてというか、一緒にお勧めしましょうということで、訪問看護の導入をお勧めしましたでまた、あ、ご本人も最初ね、ちょっと、えそ、そんなの僕いるあれなのかなっていう形で言われてたんですけれども、まあ、あのこういうふうにお手伝いしてもらいますということをお伝えして、訪問看護に入ってもらって。 金曜日に当院に来て、えーと、治療を受ける、抗がん治療を受ける、あと副作用止めのお薬、いろいろお出しする、で土曜日に訪問看護師さんがお家に訪問してくれて、薬を分薬カレンダーにセットして、あと、トンプクをいつもご本人さん、ここに座っているその目の前の壁のところに吐き気の、これに、1番効かなかったら2番飲みましょうという形であの貼り付けて準備をしてくださったと。 いう形で、あともう一つ、えー、と交換ノートを作って、ま、最初、なんとなくご本人は載ってくれないかなとは思いつつも、ま、交換ノートに訪問看護師さんに伝わるように私も書いて、訪問看護師さんからも病院に伝わるように書いてもらいつつ、あとご本人は、ま、気づいたこと、何でもあのよかったら書いてもらっていいし、ここに私は薬の飲み方を書いてるので、これを見ながら飲んでもらったらいいですよっていう交換ノートを作りました。 そうすると、えーとまあ、あの私は今言ったように診療の内容とか薬をこういうふうに使いましょうみたいなことを書きまして、訪問看護師さんは訪問時お薬しっかり飲めてましたとか、えー、とお熱、血圧こんなでしたとか書いてくださって、そしたらご本人もとっても乗ってくださって、何月、何日、何曜日、この薬を飲んだらこういう結果でしたということを書いてくださるようになって、そしたら頓服の効果。 いつ使ってどうだったかっていうのがすごくよく分かるようになったんですね、はい。で、その後、というわけでノートを見ながら、お本人はと服をうまく使いこなせるようになりましたし、であの訪問看護師さんに土日でもあの連絡がつくあの方々なので、私たち、ちょっとあの月曜から金曜しから主治医と、このがん看護、 外来の看護師がいなくて、土日はちょっと別の医師とか看護師が対応するということになるので、自分の知ってる看護師に、訪問看護師に、土日に聞けるということであの、症状がうまくいくようになります。その1でもう少し時間がが経っってててくくると、まあ、痛みが強くなってきて であの大学病院に来るのはやっぱり数週間に1回なのでその間に痛くなって豚クが足りなくてもやっぱ仕事が忙しくって受診はできないから我慢しているっていう状況になって、ねあのー、病院に数週間に1回来るだけではちょっと症状の変化に対応しきれないんじゃないかっていうことで、まあ、訪問看護師さんとももちろんご相談しましたし主治医と,、えー、と私の方でも相談してご本人ともお話をして訪問診療来てもらって。 でえー、とそこでお薬足りなくならないように痛み止めのことを相談していこうということで、まあ、病院受診抗がん剤治療の内週のやっぱり土曜日にお仕事休みの時にちゃんとあの医療があのご本人の希望通りにあの医療につながれるということで訪問看護師とともに往診も入ってもらったということですで、えー、と新田先生のお話にも少しありましたあの治療病院の主治医は 抗がん治療、えー、と抗剤の副作用対策をするということ。で、訪問診療の主治医は痛みの治療と、まあ、何か体調不良があった時の初期対応をするということで、2主治医制でうまくあの先生方が役割を分けて見てくださったという、大変なんかうまくいった事例かなと思ってご紹介させていただきました。で、この事例から、 あの在宅医療のイメージというお話を少しさせていただきたいんですけれどもなんかあのこう訪問看護どうですかとかっていうのを看護師から結構お話しすることが多いんですけどいや今そんなそうでもないんじゃないかなとか今はまだいいですっていうお言葉をすごくよく聞くなと思っていてで皆さんの在宅医療のイメージってどんなかなと思って提起させていただきました。なんか医療が必要な時介護が必必要要なな時介護 なった時に在宅医療って使うにつながったら治療している病院から治療は終わ,終わらせられちゃうんじゃないかとか病院をもう通えなくなっちゃうんじゃないかというふうに思ってらっしゃるのかなとかで、まあ、そんなことは実はなくてさっきの事例を見ていただくとちゃんと治療も受けながらご自身の,その仕事を大切にするスタイルでご家族に迷惑をかけないというスタイル 貫くとというここががででききるるるすあと痛みとか吐き気をそのまま放置してるともしかしたらあの体が辛くなりすぎてがん治療が続けられなくなった可能性もあるあとは緊急で入院し,してしまうようなことになればせっかく大事にしてた仕事がそれこそ続けられなくなってしまうという可能性もあったこうを続けることができたっていうのが在宅医療のなんか、まあ、今のが一番すごく。 いい例だっったのかなと思ってます下半分はもうあの新田先生もあの丁寧にお伝えいただきましたし河野さんもあの思いとしてお伝えいただいたことで本当に繰り返しになりますけれども在宅医療って処方するとか処置する介護するっていうことだけじゃなくって、えー、と普段からこうやって関係を作って体調の変化を確認してくれるとかお薬の相談に乗ってくれるとかあとはまあ それをベースに急な体調の変化があったときには駆けつけてくれるっていうこともありますし、そういう活動を通して病気が治っていく過程を促進してくれたりとか、こういうふうに抗がん治療が予定通りに受けられるための心身を整えてくれるとか、苦痛や不安を最小限に抑えてよりよく過ごすための支えになるんじゃないかなっていうふうに思っています。であのまあ、看護師から 在宅医療とか,どうですか介護保険取ってますかとか多分看護師からお声かけること多いんじゃないかと思うんですけれども、まあ、今はまだいいですっていうのは、まあ、ちょっとあ脇に置いておいてあのど,うどういう利点があってそういうのをご紹介くださってるのかなとかどんな活用方法が自分にとってあるのかなっていうのを一回お話だけでも聞いてみたら。 あのどうかなっていう過ごしやすくなるヒントが隠れてるんじゃないかなっていうのが一つメッセージとしておかせていただきますで理想の在宅医療っていうお話ですけれども,も,うもうこれもあの3度目の繰り返しになるかと思いますけれども経験がないとどんな医療の形がいいかっていうことを考えるのは難しいと思います。ので ご病気の状態とかこれからの予測、医療的なこと、青を知って、じゃあ自分はどうしたいのかっていうピンクを考えるっていうことが、まあ、あの必要なのかなでまあそれっていうのは、医療者は青い方を知っているので、こうしたらいいと思うっていう、な,なんとなく理想みたいなのがあると思うそれの押し付けはもちろんダメだと思うし。 で患者さんはあの生活をしている人なのでピンクの方はいっぱい持ってると思うんですそれだけをこう突き詰めてもやっぱ青の部分とピンクの部分と両方をしっかりミックスしてあのうまく実現できるように考えていかないといけないんじゃないかなってそのためになんかこう,なんでしょう,こうす,するのがいいと思ってやる。 こうなりたいと思ってる、思ってるだけじゃなくって、しっかり話し合うということが必要なんじゃないかなと思っていますのであの、患者さんご家族で、その周りにきっと同僚とか友人、親類、いろんな方々も見守ってらっしゃると思います。で、その、ま、周りといいますか、まあ、地固めといいますか、えーと、医療を担う、介護を担う、治療、病院、訪問看護、訪問診療、介護の。 みんながいると思います。みんなでこんなふうに過ごしたいっていうことを一緒に考え。たらいいんじゃないかなと、で、それを実現するために。私たちは協力し合って、支援をコーディネートするっていうことが必要じゃないかなと。思いました。はい、すみません、長くなりました。はい、あ、ありがとうございます。とても、あの、まとまったお話はとても良かったです。あの。 そうですよねこう、まあ、訪問看護とかを進められた時も、まあ、どんな利点があるかとかどんな活用方法があるのかってところをこう、まあ、あの具体的に考えてみてそんな中であの理想的なところを一緒に考えるってことすごくあのメッセージが伝わりました。ありがとうございますちなみに、えー、と白石さんは結構おそらくこういった場面でこう。 依頼を受ける側になることが多いと思うんですけど、なんか、この導入のところとかで、ご苦労されていることとかってありますか？はい、すみません、いきなっちゃって、<laughs> いえいえ、ありがとうございます。<laughs> あの私たち、えー、と訪問看護ステーションでは、やはり、その病院の退院、えー、調整。看護師さんたちが一生懸命。本当に、ご本人、ご家族にあの訪問看護のメリット、訪問診療のメリット。お家に帰ると、あのまあ、本当に。 あの脇役としてサポートしてくださる人たちですよっていうことでしっかり、えー、と説明をされている方々が多いのがあ現状ですただその中でやっぱり病院の看護師さんたちが説明をしてくださってご本人ご家族も分かりましたっていう形で一度ご家庭に帰ってこられてお家に帰ってこられてからやっぱり今は落ち着いてるから。 看護師さんはまだいいですっておっしゃる方も中にはいらっしゃるっていうのが今の現状でそういう方たちに対しては私たちも無理強いはできないのであの分かりましたって何かあればいつでもご相談くださいねっていうような形でちょっと一歩を引かせていただく場合もありますありがとうございますそうですね確かにあの在宅医療療のの訪問診療の方もあの 導入予定になっていてあの、お話を伺うと、いやあの、全然いいですっていうような時があってあの、まあ、やっぱり無理無理いはできないので、あのまあ、何かあったら言ってくださいねというような形で、ちょっと後であので宮田さんのようなこうあの連携のところにまた、あのちょっとだめでしたっていうのをご報告することがあります。仁田先生はあの、きっともうご経験豊富だですので、あのこれ導入のところとかでいかがですかうコメントを 今、宮田さん、丁寧に説明していただきましたが、一つですね、ワンクッション、僕はあるなと思ってまして、宮田さん、先ほど、今はまだいいですっていう患者さんの話、これ、なぜなん、当たり前なんですね、患者さんまだ動けた、在宅医療の基本は公共機関を使っても通院できない人に対して対応するわけですね。今のぐらいの方たちの、まず男性の方、50歳の、まだ動けるわけですよ。 そうするとです、ね、何が必要かというと、例えば、あの東京のこうしたです、ね、大学病院で治療すると、治療するのと、彼が住んでいる地域の診療所、あるいはかかりつけ医、この2つの関係性だろうなと思うんですね。で、いきなり訪問看護、在宅医療ではなくて、そこの治療、そこで,です、ね、外来にてですよ、同じ外来でも治療目的とした外来ではありませんね。 で、そこで今の宮田さんがご,くあのご苦労なさった薬のことも含めて、副作用も含めて、ですね、こういった状況の中ではこういったことで整理しましょうというようなことで、まず外来がありますよね。で、外来の盲点は、さっき宮田さんがおっしゃったように、実際、家に入るとこんないっぱい薬があって、ぐちゃぐちゃに整理していることは見えないことなんですね。で、 行くくとびっくりすするんですねこれは分からなかったはずだし、混乱してたはずだよねと。で、結果として疼痛コントロールも全くできてない、発見のコントロールもできてない、それは行かないとわからないんですね、これね。そこなんですね。だから外来だけで、が、ま、ん、あ、治療をやってる先生があの、いわゆる副作用のことをすると。で、それは外来の話だから見えないんですね。だから宮田さんのところへ来たと。で それも、やっぱり優れた看護,看護師さんだなと思うんだけど、やっぱり実際の状況を見てです、ね、薬を持ってきてこんな状況だって、そこまでできることはなかなか少ないわけです。で、そこは今、訪問薬剤師も含めてです、ね、きちっと管理することもできますし、そういったような、この一つ、なんだろう、多層性にわたってです、ね、その患者さんがコントロールできないことを見,見極めなきゃいけないんだろうなと思います。 で先ほどの胃がんの人のように、例えばですね抗がん剤の副作用だけじゃなくて、消化器病症状そのものの副作用もありますよね、発見がですねそういったことも見ていくのが、ですね僕はやっぱり地域のかかりつけ医、やっぱ訪問、そこで訪問看護も入った役割だと思いますので,で、いきなり、いきなりまだ早いわねという患者さんの当たり前ですよね、在宅っていうのも末期でもう行くんだろうと思っている人が多いので。<laughs> そこのところはワンクッションを置いて、えー、行くという方法を考えた方がいいだろうなと。そこには僕はね、地域にかかりつけ医を作ることだというふうに思いますね。そう、よくわかった、先生をですね。はい。ありがとうございます。あ、そうです。本当に、あの、外来、まあ、いきなり在宅医療って形でなくても。外来診療で、フォローすることもできるし、あの、訪問看護さんとそこで、コラボすることもできるでしょうし。あ、なるほど、とても、あの。 いいコメントいただきましてありがとうございますさっきの,あの交換ノートってのもとてもいいですよねあのそういった形でこれでちゃんと患者さんも参加して書いてくださるとすごくいいですねこうみんなが書く気になるしとてもいいノートになっているのかなと思いましたありがとうございますなんかあのネックになったのがこう私たちウィークデーで動いている月曜から金曜で動いているでも患者さんは土日で あのお仕事があるので土日にそういうことは片付けたいというところで,で訪問看護、訪問診療行ってくださるのが土曜日なのでなリアルタイムのやり取りがなかなかできないでお互いやっぱりあの訪問診療、訪問看護されている方々もお忙しいですし私たちもあの別の診療で動いてるとあのリアルタイムでの,あの情報共有というのが難しいので,であとご本人に残っていかなくてい っっっていうののが一番最初の課題からずっとあったんですよね説明が残っていかない紙で渡してもどっか行っちゃうっていうのがあったのでもうこのノートはずっと持っててくださいっていう中にこれ見たら何でも書いてあるっていうものができたのは、まあ、ご本人にもこれを開けば分かるっていうところで、まあ、みんな共通認識ができたっていうのはちょっとアナログですけれども本当は、ね、あの新田先生のおっしゃってた ICT でねこういうことができていくといいんじゃないかと思うんですけれども。 アナログでできたことなのかなと思って。ありがとうございます。そうですね、確かにパあのパソコン上でできるのもいいけど。でもこうだんだんノートが熱くなっていくのもちょっとこう。関係性がだんだん近いって感じがするともいいなと思いました。ありがとうございます。<laughs> こういうそれでですね。あのごめんなさい。ここ在宅医療の導入っていうのが一つの大きな視点ですよね。今のところ。 とね、在宅医療の導入とやっぱりその在宅医療と同時に、地域との,あの、地域ですね、まずワンクッション、そこを一つ考えてというのが一つあるだろうなというふうに思います。で、それが自然に在宅医療に導入していくというですね、入っていくというですね、あの私のところなんか必ずあのやっぱり紹介所も含めて、まず外来に来てもらいますね、家族も含めて必ず。 でど,でどのような状況になった説明をして、じゃあ、また通えますねってで、また治療もされるんですねって、もちろんそれどうして、その時になって副作用等があれば、またいつでもこちらで対応しますと、例えば脱水等も、あのがん治療の間に起こりますよね、そしたら、それは在宅行ってやってもいいし、ここ,へこ,こで,です、ね、診療所でやってもいいし、両方、いずれにしろ患者さんに安心,安心感を持っていただくことだろうなと。 といいいうふうに思まますす、はい、ありがとうございます確かにこう必要性に応じてそこで在宅に行かなくちゃいけなかったらそこで対応してくださるの一番希望してるものに近い形ですよね。といん。あとは、そうですね、あのきっとこう患者さんがこう在宅医療をこう導入したいんだけどみたいな話をもしかしたらあの河野さんもあの、えー、と組サポの活動とかで、こんなあのそういうご相談とかあの受けることはありますか いや、相談自体はないんですけれども、<laughs> ただし、えっと、元気なうちに、まさに、えっと、病気になる前からあのしあの私たち学んでおこうねっていう活動はあの地道にやっています。やっぱり、えっと、慌てないっていうことがすごく大事だと思うので、そういうとあの活動はしていますね。ありがとうございます。はいとあともう 先生からあのワンクッション必要だっていう話も、私、本当にその通りだと思って、まあ、そのためにはあのかかりつけ医の存在、すごく大事かなと思うんですが、1つだけちょっとあの不安に思うのが、ですね、えっと、かかりつけ医の定義っていうのが、えっと、身近なお医者さんっていうふうなかかり方を、例えばどこどこの医師会とか、えー、厚労省からの,の定義では書か,かれてるんですね、そうすると、えー、一般市民からすると、身近なお医者さん、じゃあ、近くの内科医でいいんじゃない っってていうふうに思ってしまうんですよねきっと、えー、かかりつけ医ってそうじゃない。えっと、自分のことやっぱり、えー、い家のことを分かってくれる、状況を分かってくれる、自分のことも分かってくれる私、自分から先生に話しやすいっていうのがあの、そういう日頃からそういう関係性を持てるのがあのかかりつけ医なんじゃないかなって思うんですけど、なかなかどうなんですかね、市民の方、かかりつけ医っていうと、やっぱりそこら辺の。 近くのお医者さんっていうふうに捉えてしまうかなっていう危惧が少しあるんですけれども、いかがでしょうかよろしいですか、あの、河野さんに鋭いところ、つかれました、<laughs> 正直言いまして、あのかかりつけ医ってあの身近という、まあた非常に大切なことなんだけども、やっぱその人、例えば今、非常に、例えば、 この場合はがん,がん患者さんのですね、疼痛管理も含めてさまざまなことの知識が必要ですよね。で、そういったことの知識をですね、なるべく広く持つ、いわゆるかかりつけ医が必要求められるんですね、今ね。で、で単にだけあの日本のの医療体制の中では、 なんとか専門医と称して地域で開業している先生が、さっきの内科とおっしゃいましたけ内科とか外科とおっしゃいましたそれだけでは対応できなくなっているので、そういった患,患者さんから見ると、どこにいるのと、そういう先生が。これはですね、あの大変大きな今、問題になっております。<laughs> で、その情報を僕はきちっと我々、我々サイドからすると出していかなきゃいけないだろうし。 で病院から例えば宮田さんなんか紹介するとき、あの地域にはああいった先生たちがいますよという、そういう情報も必要なんだろうなと。かかりつけは勝手に見つけてください、在宅見つけてくださいって宮田さんやってないと思うんですよね。おそらく、はい、はい、そういう情報の共有化が必要かなと思いますが。<laughs> はい、ですよね、宮田さん。はい、そうですね。そしてなんかあのー お話を伺いながら思ってたのはそのかかりつけ医でまあ訪問が必要になれば訪問もしてくれるしそ,うそれが必要じゃない時には外来に来ていいよっていう体制も取ってくれる先生っていうのがどれぐらいあるんだろうっていう <laughs> そのそれも思ってこれから体調が悪くなっていくことを考えたらおうちに来てくれる先生をということで在宅医往診医 を考えることが、結構、この進行。がん患者さんのケアの中であったりするのかな、ということも考えながら聞いてました。本当は、やっぱ、クリニックもあって、訪問もしてくださるというのが一番理想だと思うんですけど、まあ、そういう事例も、本当にうまくいっている事例も、今も思い浮かんでて。まあ ご自身が今はまだっておっしゃってるけどそれこそ脱水で点滴が必要な時にクリニックに通ってで本当にあの通うのもしんどい時にはお家に来てくれるっていうことを対応してくださってる先生もいらっしゃるんですけどそれが全国にどれだけ豊富にあるのかなとかっていうことを今。 考えてて聞いています,、はいあのですね、今、大変重要な課題で、あの日本、いわゆる国も含めてかかりつけ医の,あの議論になっております。で、あの日本医師会も、この8月を含めて、かかりつけ医ワーキンググループができて、提言を第一次方向、私もそのメンバーの一人なんですけど、まとめているところですね。で、あのやっぱり今、宮田さんが言われたように、全国でじゃあ、どれぐらいの人がいる,いるのかという。 例えば、日本医師会のかかりつけ医のです、ね、研修を受けているのは今のところ8900名ぐらいいるんですね、それは。で、そこの中には、いわゆる緩和ケアも含めてあの講義の中に入っているし、事例,事例の研修もやっているんですが、8900名って少ないの、多いのっていうと、やっぱ少ないんですね、それは、まだまだ、そこは。そこはやっぱあの、こうした状況の中で、河野さんの話じゃないですけど、耐えられるように。 私たちはそれを作っていかなきゃなというふうに思ってます。はい。<laughs> あの、えっと、ど,どあの、私があの関わってる先生、どの先生もいい先生なんですけれども、まあ、例えば、えー、血液検査の値が問題ないとか、画像所見がありませんってなると、そこでおしまいなんですよね。でもやっぱり、苦痛とか困ることがあるから言ってるわけなんですよね。はい、だからできれば あの暮らしを見据えて、その人の暮らしを見て、考えてえ、こうしましょうとてまさにさあ先ほど新田先生がおっしゃった、全体を見てくださる先生がいると、すごく救われるかなというふうに思いますあのもう一言だけ言っていいですか、この差に対応するには、外来はですね、EBM、いわゆる医療を基本としたメディシンじゃなくて、私なんかは世間話ベースとメディシンみたいな。<laughs> <laughs> そうすることで、ですねその人の,あの考え方とかね家族とか分かるじゃないですか。とね、うち,あの,うちの看護師さんは先生の外来長すぎて困ると、<laughs> <laughs> 何やってるんですかと世間話をしてるんです、でも世間話の中できちっと医療を見るんですけどね、というようなことをしていかないと、本当の意味のかかりつけにはならないなろうと思ってますが、はい、ありがとうございます。はい 本当にそうですね、なんか、いや、なかなかこう、人主治医制って形でこう、病棟の先生と、あのまあ、地域側の先生とで、一応主治医って形でおいても、なかなかお互いのこうどこまでをこう、あの地域側でやって、どこまでを病棟の先生が見るかっていうのが結構こう、曖昧で、よく聞くのは、あの まあ不手荒れし人生で見てるけど、まあ、血糖のコントロールとかは採血してるのが大学病院の先生だから大学病院の先生に診てもらえばいいじゃないって言われたってで大学病院の先生の方はそれは地域で見てくれればいいじゃないっていうことでこうお互いにやり取りがそんなふうになってしまってすごい困ったっていう話を聞いたりしてあのいますなかなかその役割が分担のところって難しいところですね。えー、ありがとうございます まあ、なかなかこうあとそうですねあのどうしてもこうそういうがん、まあの方のその症状緩和のところとか、まあ、そういったところにこう慣れてる先生もいるしやっぱりもう少しこう,もう生活習慣病のところとかもう少しこうあの違うところに専門がある先生だったりするとちょっとこうなかなかあの やっぱり少しこういろいろ研修したりとか、まあ、あのしていかないといけないのかなと思って先ほどの新田先生も研修あの受けてる先生が多くなってきてるとはおっしゃってたんですけどもなんかそういうところってこうあのこうまあ一旦こう働き始めた人たちに学校を勉強するような場っていうかそういったものってこうどういうふうにしたらい,いですかね。あのえー、っとあの在,在宅 在宅医療に関しては例えば病院の先生方はこうなかなかイメージがこうまだ湧かないのでこう在病院の先生方がこう在宅医療のこう導入を進めるってなかなかこう自分がこう経験したことがないものを進めるようなので難しいですよね。だからそういう意味でこう例えば病院の中のそういうあの地域連携のところに、まあ、例えば在宅の先生がこう関わったりとか場合によってはこう患者さん、まああの、河野さんみたいな患者 会の方々がそういったところに関わったりとか、そういう動きってど,どうですかね、ありますでしょうかとこう病院の方にそういうあの導入のところでこう在宅医とか、まあ、地域の先生とか患者会の人たちと関わることって。今は、あれですかね、緩和ケア研修会ピースうーんあで、えっ、ー、と、 ま、今若い先生たちがあの初期の段階でも早い段階でその緩和ケア研修として受けるその中に、えー、とお家に帰る患者さんがお家に帰る時にどんなことができるんだろうかとかで、まあ、あの在宅の先生講師で来ていただいてお話ししていただく部分もありますし、えー、とピアとか 相談支援の部門とか、そういったところがどういうふうに患者支援をしているかというような講義とかも入っているので、そのあたりが今あの、医師向けの、治療医向けの,その在宅医療をお伝えしているものとしてはあるんじゃないかなと思っていますけど、新田先生、いかかがで国の中でですねあの人材、在宅の人材育成ってもう6年ずっと。 やってきてきるんですねこれ、あの全国都道府県と都道府県医師会にお願いして人材を派遣していただくと、でそんな中には、病院の医師の参加も結構多くなってきてるんですね。 でその病院の医師の参加って2つあって、これから、今やっぱ在宅医療って何なんだろうって知りたい先生と、これからじゃあまあ病院もやめて、地域に帰る場合に在宅って何だろうと、まあ、2通りあるわけですけども、あのそういったように、全体教育としては多くなってきています。であのそのそのもう一つははででですすすねね例えば東京ですが東京京がが支援がです、ね あの病院の看護師さんを中心として、退院支援の本を作っていただいたんですね。あのこれ、結構優れもので、例えば入院しても3日目から退院支援のための構想を病院の中で作ると、でそれはもう看護師さんを中心に作ると、で医者はそれについていくというような感じでですね <laughs>、行くわけですが、とっても重要なことで。 でそれはそこの中で、その病状その人の持つ病状も含めて全部入って、生活支援も含めて入っていく、それでもちろんその人の,あの帰った時の家庭状況も含めて、ですね全部そこのところを3日目から、3日目ということは治療中ですよね、もう治療のど真ん中からそれを考えていくということも含めて、あの一冊まとめていただいたような本がもうあります。というふうに まあ相互に、まあ、そこのところは進,進んでいるんだろうと、ただ、全体にですねそれがどこ誰でもが広がっているかという状況かというと、まだまだそこはですね、まだままだだという感じをします、はい、なんかあの臨床で、がん患者さんのご相談等に載ってますと、はい、私、外来の患者さんにお会いすることが多いんですけど、あの入院中の患者さんはあの、退院支援看護師がいますので。で 今ってやっぱ入院をベースにしないがん患者さんって非常に多いので、うん、外来に通院しながら、だんだんちょっとやっぱり通うのが難しくなってくる方ってもうも非常に多くいらっしゃる。その方たちにちゃんとタイミングをいさずに、こういう支援がありますよっていうお伝えできるっていうこともできていかないといけないんじゃないかな。そしたらやっぱり治療院の先生たちと、 患者さんだけの世界が広がっている外来の中で、先生から。こういうことも支援がありますよって言えるような、なんか。治療医向けの、なんかね、あの。お伝えできる機会があるといいのかなっていうふうにも、今。思いながら聞いてます。ちゃいます。確かに、そうですよね。外来の通院治療センターに通わられている方々って。なかなか目が入りにくいですよね。難しい。そうです。内服。 の治療とか、もう、ね、抗がん治療は終了してあの経過観察でいらっしゃってる方とかは、もう看護師の目も届かないような診察だけの方というのもいらっしゃるのかなと思っていて、でなんかあの看護師のとこ行って、ちょっと生活のことを聞いてきなって言ってくれるだけでも、またつながっていくと思いますので、まあ、そういった院内での連携も必要なのかなと思って そう,そうなんですよね。私はあの定期的にと治療を受けたがん専門病院に通ってますけど、が来って孤独なんですよね。不安があってもいや、これちょっと主治医に話すのも実感もないし、主治医じゃないような、でも誰に相談したらいいのってよくあって、で相談支援センターあるんだけれども、なんかセンターとかって名前つくと、 なんとなく敷居高いぞとか、雰囲気的にもなんかちょっと、えうん、足を運びづらくて、結構意外と孤独なんですよね。だからその時なんか、そういうときに何か、変化に気づいてどうされましたっていう一声が、あの例えば看護師さんからあると、いや、実はねっていう風になんか話すきっかけになるんじゃないかなと思うんですけど、なかなか難しいですかね。 その場に多分看護師がいないですよね、ねねきっとね。そそ、ね、そうそうそう,うだけど、実は、えー、入り口とか受付、受付も2回ぐらい通るのかな、総合受付と外来受付とで、あのー。何回か、だから1回のです、えー、と通院で4、5回いろんな人と接する機会があるんですよね。そこで誰か1人でもいいから、あれなんかいつもと違うなっていうんで。 何かお困りとありますかとかっていう一声があると、誰でもいいんですけど。なんかそこから、あの、いとこちが見えてくるんじゃないかなって思う時もありますね。あの、今の時代ですから、制度はね、結構作られてるんですね。でも、河野さん言うようにソフトの問題ですよね。うん、あの、例えば、東京なんかで在宅医療相談窓口は、どこの区市町村にもあります。で、それは病院にあったり、地域にあったり。 いろいろなところにあ,あってで、そこは相談窓口ですか何でも相談室なので,です、ね、あの気楽に何でもそこが行ける、そういう場所はあることあるんですよ。ただ、そこが今、河野さんの言うように、入りやすい場所かどうか、先ほど公園の中にもありましたけどです、ね、本当に居心地のいい、入りやすい場所か、そして適切にその話ができるかどうかという話だろうなというふうに思います。 例えばうちのうちも相談窓口作ったんだけど、今、子ども食堂に変わってしまって、ます、ね <laughs> はい、子ども食堂やってるんですけど、はいで、時々そこにがんがん患者さんも、もちろん認知症の人も来たり、です何でも相談室になってるんですけど、まあ、そまああですすね、はい、ありがとうございます、えー、最初のテーマですごい話が盛り上がってとてもよかったです。えー、と じゃあちょっとテーマを変えまして、ですねえと在宅医療の今度現場の方ですね在宅医療に今度移ったところで感じる問題点というようなところの中で、ですねえと白石さんがあの訪問看護師さんとしていろいろご苦労されていることがあるようだったので、ちょっと事例も含めてお話しいただけますか。よろししくお願いします、はい ありがとうございます。それでは少し画面共有しながら事例の紹介させていただきます。はいえー、と今、ステーションで関わらせていただいた、えー、と事例の紹介させていただこうと思います。 えと30代の男性で、えー、と大量の吐血があったことであの救急搬送で病院に行きました。で、えー、とその時に初めて、えー、と胃がんっていうことでの診断を受けました、えー。全身状態としては本当にあまり良くない状況で厳しい状況っていうこととあとがんもかなり進行していたことで、えー、と治療はできないよっていうことで主治医の先生からご本人や えーとご家族に説明されて、であのご本人はあの治療がないんだったらご自宅で生活をしていきたいっていうことで、あのご気病をされて病院の退院調整看護師さんからステーションに相談があったケースです。で、あのご自宅の環境としては実はあのアパートでの生活だったために。 えと介,護介護ベッド等の導入はなかなか厳しい状況で、えー、とお布団での生活が主体です。でえー、と排泄に関しては、えー、と病院ではあの車椅子でお手洗いまで看護さんたちが介助で連れてってくださってたんですけどもあのにあのお小水はに、えー、おきでお通じの方はおむつを使用することで あの自宅で生活していきたいっていうことでご本人がそこはもう決めて、えー、決めていましたで実は30代っていうことで介護保険の申請はできない方だったので、はい、医療保険での訪問看護としてお願いしたいですっていうことでのご相談でした。 でステーションとしては、まあ、ご本人の病状把握のために、タイマイのできればお話し合いの対応ができないかということで、実はご相談させていただいたんですけども、えー、とコロナ禍でやっぱり対応するのが難しいということで、訪問診療の先生と日程調整をして、退院日の翌日に、えーと、訪問診療の先生と同じ時間帯にご本人宅にお邪魔させていただきました。えー 当初はあの初回訪問時に訪問診療の先生がご本人に、えー、とご自宅であの過ごしていくご希望があればこの冊子にあの書く冊子をくださったんですけどもその冊子にあの自分の,相手あの時間かける時間帯があったら、えー、と書いてみてねっていうことで先生が冊子をお渡しされました。で えと主治医の先生と一緒に、えー、と在宅療養の開始で訪問診療は週に1回、えー、と訪問看護は週4回ということであの月曜日から金曜日、平日だけなんですけども毎日、えー、と医療の支援体制を整えようということで先生からご指示をいただいて、えー、と訪問看護が導入スタートをしています。で訪問看護では えーとほぼ毎日、まあ、週4回なのでほぼ毎日、えー、と訪問させていただいてご本人の身の回りのお世話とか、えー、とご自宅での生活が整うように、えー、とご家族の心配事を少しでもこう解決できるような精神的な支援を行いながら、えー、と主にこう介護されているお母様から えー、あのいろんなお話を聞きながらとご本人のご様子を確認しながら訪問させていただいていました。で、1週間が経った頃に、えーとまあ、介護されていたお母さんから、やっぱりあの訪問看護は基本的に契約社会になっていてあの、医療保険ではご本人3割負担、若いので3割負担で、 えーと経済的にもかなりお金がかかるっていうことをお母様もご存知だったのであの今は食事もできてお薬もしっかり飲めてあの痛みもなくお家で落ち着いて過ごすことができているのであの看護師さん週1回程度でいいですって病院の先生も本当に週1回じゃなくってあの月2回ぐらいでいいですっていうことでお母様からあのお話がありました。 でえー、と在宅療養を始めて3週目になった頃からやっぱりご本人が食事が食べられないこのままご飯が食べられな,なくって本当にお腹もつらい苦しいことがいっぱい出てきてるっていうことでこのままご自宅にいていいのかなとかあとはご家族としても本当にご本人のよ様子が、まあ、あの変化があの激しくなってきたので。 えーとお母様もお父様も心配になってやっぱり病院に入院させた方がいいんじゃないかな緩和ケア病棟にあのしっかり入院できるような体制を整えてほしいなとかっていうことを実はあの訪問看護の緊急電話24時間対応をしているのでそこに相談の電話が頻回に入るようになりましたでその都度、まあ、あのご家族の気持ちを尊重しながら主治医の先生とご相談をして あの寄り添いながら希望にあの希望を尊重していく、あの支援を継続してきました。で、あの、本当にえっ、ー、と在宅療養を始めて4週目から5週目にかけてなんですけども。主治医の先生はあの当初あのお腹の水も本当にかなり溜まっていてパンパンだったんですね。 だからあの、抜いてしまうことで危険が伴うことがあるんだよっていうことでご本人にしっかりお話はされてたんですけどもどうしても本人が少しでも楽になって実はお母さんの手料理がどうしても食べたいんだってお母さんが作ってくださるご飯食べたいからっていうことで先生に懇願をして、えー、とお腹の水を、えー、と抜いていただくようにしました。 であのお腹をお水を抜いて少し楽になるとやっぱりお母様のご飯が食べれるっていうことでご本人はああこれで楽になるってこれで母が作るご飯が自分が食べれるっていうことですごく微笑みながら、あのー、過ごした表情は私の中では忘れられない状況にはなってます。 でえー、と在宅療養を始めて第5週目になるんですけども、えー、と本当にご自宅で眠るように最後を迎え,をえ,あの迎えましたで亡くなった後にお母様は本当に亡くなる前まであの私が作ったご飯を本当にちょっとずつでもしっかり食べていつもおいしかったよって言ってくれてましたって。 えと家族で過ごせたので本人も満足したと思うっていうお話をいただきました確かに、えー、と私たち看護師としてはもうちょっとご本人とあの頻回に接して本人の意向をあの本人の気持ちをもっと聞いてあげたかったなっていう思いもあの看護職としてはありますけどもやはりご本人とご家族の意向に沿った形での支援の在り方を させていいいたただう状況にはなりますで私たち、えー、と日頃から訪問看護の中でこう患,者患者さんにとってさまざまな先にあのちょっとステーションのところでご紹介させていただいたんですけどいろんな段階の方々のがんの患者さんと接することになっています接,接していますその中でやはりあの訪問看護師としてはこう生活の中に お邪魔するので、利用者さんの望む生活をやっぱりしっかり受け止めて、えっ、ー、とご本人、家族に寄り添いながら、こう共に歩む看護師であり、続けることが大事だなっていうことは、私は今回認識させていただきました。ただ、本当に在宅の問題としては、若い世代のえっ、ー、とがん患者さんをあの訪問看護で支えていくっていうのは経済的な。 基盤がないとかなり厳しいなっていうことも実感させていただきました。以上です。はい、ありがとうございました。本当に、ね、お若い方の事例でもすごく大変なあの事例だったと思いますけども、あのそうですねちょっとこう少しきっと病状も変化が激しいだろうからこう早く介入したいけどもそこはちょっと。<laughs> ちょっとこう距離を置いてっていうのがな,なかなか距離感が大変だったと思うんですけどもあのいい症例をありがとうございました。えっ、ー、とそうですね。まああのこの方はでもこう介護的なところっていうかその。 介護のサポートって結構必要な状況になってこられてたんでしたっけ結構おむつも使用されてました、ね、あのそうですねあの本当は、まあね、あのお母様も実はご高齢なのでごのご兄弟のお世話とかもあったんですけどもあのおむつ交換だとか、えー、と体、服だとかっていうことは全てお母様が自分でやるので。 あの自分でできるのでいいですっていうことでおっしゃって本当に週1回の私たち病状観察の訪問に切り替わってますあの,在宅,の、えー、と在宅療養が始まった当初にあの週4回お邪魔した時に実はその個性の仕方だとかおむつ交換の仕方をあをお母様と一緒に行いながらやっていたのでお母様ができるっていうふうにおっしゃってくださったのかなとも思っています。 通常ご高齢の方だったらこう介護保険でこうサービス使ったりっていうところがまあできる部分でもあると思うのですごく難しかったと思うんですけどもこういったあの患者さんあの若い方のこう在宅移行のところとかって宮田さんとかも関わられることありますかいと今事例をなんか ね、あの風景が思い浮かびながら聞いていてまだなんかちょっとその余韻の中にいたんですけれども<あ>なんか <laughs> あの本当病院しか私は知らない看護師で本当恐縮なんですけれどもあの私たちはやっぱり見えないここに来た人しか見えないさっきの「 私の事例なんかでいうと、本人しか見えなくて、奥さんに迷惑かけたくないのは本人だけど、奥さんがどう思ってるかとか、そっちのケアは全然できないわけですよね。家の中で、本当にお薬どういう風に、こういう風にカレンダー作りましたよってとかいうのを私が、私たちが行って、見て、触るっていうことができない、本当にその手の,手の届かないところにまで、あの白石さんたち、訪問看護師の皆さんが、 あのケアを届けてくださって、うん、その何でしょう病院に来てるよそ行きの患者さんじゃないその生活をしてる生の患者さんのその場をケアしてるっていうことを本当に事例で感じてもう本当にいつもお世話になってありがたいなっていうことを思ったのが一つともう一つあの 経済的なところですよね、綾世代の。今はあの、市区町村レベルでやってるところが多いんですけれども、若年がん患者在宅療養支援事業っていう、えっ、ー、と、介護保険に準じたような、えっ、ー、と、その在宅療養に関わる、あの、経済面の、えっ、ー、と、なんだろう、経済面の負担を軽減するような制度っていうのが、あの いろんな市区町村とか都道府県ごとにあの行われているようなところもあったりしてただそれ全国の誰でもが受けれるわけでもないのでまあそういうものがなんかあのあるとこの患者さんにももう少しなんか行き届くものがあったのかなと思いながら聞いてました。どうございます そうですね、我々でもこう世田谷区と狛江市とか調布市とかみんなのやっぱり周りのところもそれぞれ対応が違ったりするのでよくこう調べてみないとこうあのそういった生徒があるのかどうかも分からなかったりして特に大学病院みたいにこう広範囲の方を見る子だとそれぞれでどうかっていうのを調べなくちゃいけなくて本当に大変なんじゃないかなと思います。えー、こういうこう若い世代のの方々の 新田先生もこう、いかがですかね、コメントありますかあのー、これはですね、本人もお母さんも大変ですよね、本人はやっぱお母さんにおむつ交換してほしくないよね、それは。お、はい、母さんは、これは立派すぎますよね、それは。 というあのことで、やっぱこういう中で訪問看護の方がしっかり入れるような、本人が本当に家で暮らしたいならですね、という状況の時に訪問看護の方がしっかり入れるような、やっぱ体制が今、あの橋先生言われてどこにもできてないので、やっぱ作り上げないといけないんでしょうね、そこは。そうしないと、さっきの入院した方が良いかという発想、これ、 本人は家にいたいんだけど入院した方がいいっていうのは違った発想ですよね、はい、これはね。で、苦しいから入院したいした方がいいんじゃないかということではないですよね。やっぱあの苦しさはおそらくさっきの薬選手も含めて、薬コントロールも含めて取れると思うんですね。ところがやはり、あのやっぱ親に介護してもらうって、これはつらかったろうと思いますよ。 ですよね。うん、はい。で白石さんの方も歯がゆかったでしょうね。そうですね。本当に、うん、あの歯がゆい気持ちでした。やっぱりお母様に、うん、やっぱり成人男性のおむつを変えていただくっていうのは、うんうん、お母様も本当につらかったでしょうし、本当にご本人も本当に苦渋の決断をしたんだろうなって思ってます。そうですね。 あのホ,スピスホスピスがあるんですが、ホスピスって結構お金かかるんですよね、その意味では、はいあの。金銭的に言うとどちらかという思うぐらいですよね、それはど。どちらもやっぱこれ、だからホスピスじゃないところで病院かというと、病院は今入りませんよね、こうね、がんのそういう,こういう状況でも。 だから、大変だったというふうに思います。はい。そうですね。本当、まあ、もう全国どこにいる方でも、そういったこうサポートが。ね、あの、医療と介護と両面で、こう受けられるような体制がね、できると、本当にいいなと思います。大丈夫ですかね。今度は大丈夫かえっと、え、ありがとうございます。じゃあ、えっ、ー、と、そしたらですね。 ちょっとまた次の話につきまして、ちょっとあのファシリテーターの私で恐縮なんですが、ちょっと,あの、えーっとですね、お話しさせていただきたいと思います。ちょっと待ちくださいね。えっと。えー、っと、この求める医療をどこにいてもという。 えー、題目にします。で、まあ、がん患者の在宅医療、何が求められているのか。 でしょうって今日のテーマですけどももちろんこの在宅見取りってとこあのとてもあの大事なところで社会的なニーズでもあるしえそしてあのやっぱりあの先ほど新田先生のお話でもあったようにあの在宅で最後過ごした方々がやっぱりより良いあの最後を過ごされているっていう、まあ、あのデータもあるっていうようなことがあるのでやっぱりここは大事なところだなとは思いますえただあの本当に皆さんのお話にも再三あったように、まあ、自宅で本当穏やかに過ごす時間を少しでも増やすってところが大事な役割。 ですよねでまず症状を緩和するところも大事だし、化、まあ、学療法中の方だったら、先ほどの支持療法というようなもの、まあ、そういった化学療法に伴っての,その副作用を抑えるようなものが必要になる場合もあるし、えー、と場合によってはです、ね、でその化学療法自体の一部ももしかしたら、えー、この自宅で穏やかに過ごす時間を増やすことというのを実現するために少し必要になる場合もあるかもしれません。でちょっとあの事例なんですけども、えー えーとこれは当院の事例ですけど、これは乳がんの患者さん、56歳の比較的若い方でした。あの抗がん剤の治療をしていたんですが、恐怖水が貯留してあの通院がなかなか大変でした。で、その中で、えー、2人主治医制という、先ほど出てきた中で、あの病棟で、えー、治療をしてで、在宅ではその緩和治療と、あと、指、まあ、治療法、まあ、具体的には恐怖水の潜止ですとか、あと、白血球がちょっと少なくなってしまう時があって、白血球を増やすお薬、GCSF を投与したり、 また吐き気とか痛みに対する症状の緩和を行うというような、こんな方がありました。比較的こう犬の散歩したりとか、いろんなあの時間をこう大事な時間を過ごすて、あのいけたように思います。で、あとの次の方は78歳の女性で、この方は急性骨髄性、白血病の方でした。どうしてもこの骨髄性、白血病の方ってこう。貧血がだんだん進んできたりしてこう動けなくなってきちゃうので、これもまたあの2人。主治医生のもとを。えー まあこの方はまあ在宅でもこの抗がん剤を継続としました。これは、これをやっている期間、やっぱりあの、えー、輸血の頻度が下がったりとか、あ熱が出るあの頻度がやっぱり下がるということもあって、どうしてもご本人の強い希望でもあって、えー、こういった形になりました。あと、心理療法という形で、えー、お家で輸血を実施するような形で、えー、過ごしました。この方も本当にあのおうちであの息子さんたちと長くあの 時間を過ごすことができました。やっぱりこの QOL を、えー、最大にするようなこう医療行為、えー、患者さんのためになる。さっきあの、えー、河野さんの話だと、まああの幸福のハッピーになるようなそういった医療行為に関しては、まあできるだけ継続できるような体制ができたらいいのかなというふうに考えます。であの後でちょっとまたあのアピール部のところで出てくるんですけども、えー、っと穏やかに過ごせる時間を少しでも増やせるように下記、えー、のことを求めます。 地域連携を円滑に行うために、この二人支持制を推進して、まあ、ICT ですね、さっきの,あの医療用のラインみたいなものですね、ああいったものを活用して、情報共有の円滑化を求めます。あと、通院の負担を減らすために、地域で実施可能な支持療法や緩和医療、処置について、二人支持制の下、がん治療の早期から在宅医療との連携を求めます。まあ、早く関わることで、よりあの大事な時間を多く取れるということを。を ですね、あと症状緩和につながるような医療行為、輸血とか一部の化学療法も含むかもしれません、こういったところの在宅での安全な実施のための仕組み作り、実はここら辺はまだあまりできてないんですよね、ガイドラインの作成もですし、まあ、診療方針の設定等もあると思います、こういったところをあの形を作っていけたら、いってほしいなということがあの希望でした。きっと先ほど新田先生が話されているような内容も多く含まれていることですけれども、僕のほかの提案であのしました。 えーというところがえーでした。はい、ありがとうございます。えーとどうしようかな。えーどなたかコメントはありますか。すみませんちょっとどうかしょ。いやまあ宮田先生宮田さんの先ほどの話ともだいぶ被ってるのかなと思いましたけども。そうですね。あのまあがん。 治療中の支持療法もそうですしその血液がんの方特に輸血があの定期的にできればとっても長期に何年も何年もあの生活が維持できるっていう方でもあの輸血がネックでそのなんだろうお家でうまく過ごせない方っていうのも経験しますのでそれを大、ね、橋先生のクリニック 初めいろんなところで叶えてくださるというのはすごくね患者さんたちのメリットになるんじゃないかなっていうふうに思いながら聞いていましたあと ICT でね情報をあのすぐ共有できるっていうのがやっぱり必要ですよねっていうことを思いました日誌時制になって難しいって多分あの先生方皆さん思ってらっしゃると思うんですけどもっとなんかこう何だろう お,お互いにお見合いするでもなくあっちにやってもらいましょうって言ってお見合いするでもなくこう出過ぎてあっちの分まで食べちゃうでもなくちゃんとそこを情報共有しながらやりましょうよっていうことができていかないといけないですよねっていうのをすいません看護師の立場からで。はいあります。ねはい えっと今よろししいでしょうかやはり輸血はですね、普通にできるようにならないといけないんだろうなと思いますね、うん、もう、あれあれのところ、も二十数年前から輸血ずっと含めてやってるんですが、あの今、宮田さんが言われたように、血液のがんの人たち、本当、輸血によって助かりますよね。 例えば骨髄形成症候群とかですね、とうとう、やっぱり輸血が唯一っていうのに結構いますので、やはりそれは病院という状況ではなくて、えー、と地域で、あのやっぱり在宅で輸血することができればなというふうに思いますね、これは一つですね。で、確かに、あの先生、先ほど言ったような、それのガイドラインってあんまりないんですよね、うん、さっき。 正直言いましてですね。だからこれはやっぱきちんと安全にできるようなガイドラインがあるべきだろうなと、それぞれのところの能力に応じてやってるので、ですね、必要かなというふうに思いますね。で、最近経験した例ですが、例えば94歳の悪性リンパ腫の方がいましてこうあの、いわゆる頸部がリンパ腺でいっぱい腫れちゃう、で結果として高熱を出して食べられなくなる。で じゃあどうしたかって、大量のですねステロイド治療で、やっぱりくなるんですね、熱も含めて。というようなことを含めて、在宅でやれることって結構あるので、あの僕はやれることはやると、そ94歳で重度認知症も含めていると、やっぱり病院医療ではないですよね、適用にならないので、やっぱりきちっと在宅で見れるものは見ていくということなんだろうなと。 いいうふうふに思いますそしてもう一つ大家先生最後にあの言われましたが大家先生のような血液をあのなんだろうあの専門としてる先生は大いに在宅で治療やってほしいなと思うんですねそれはですね、はい、だいぶ助かるんじゃないですかねそれはねはいと思いますはいありがとうございますえっとですね 若干ちょっと時間が押してまいりましたので、ちょっと皆さんに最後あの、一言ずつこうコメントいただくような形がいいのかなと思ったんですけども、えっ、ー、とあ、なんかこう言い足りなかったこととか、ちょっとこれはちょっと伝えておきたいなってことがもし終わりでしたら、あの、どなたかいらっしゃいますかそれか順番で、えっ、ー、と、どうしよう、河野さん、河野さんお話。はいはい ちょっとできそうですかすいません。ほいじゃあちょっとあの、ちょびっとだけ資料を使ってよろしいですかね。あ、大丈夫です。すみません。大丈夫ですは,いはいはい。はい、えっと、まあさ、最後にコメントということでですね。あの、まあ、いろいろ今お話ありましたし、実は、えっと、先生方とは、事前準備でいろいろたくさん打ち合わせさせていただきましたよね。まあ、そんな中で、えっと、出てくる話って、結構常識的、あ、当たり前のこと。 先生方も当たり前のようにされているとか、もうそれはもう当たり前のようにできるんだよっていうこと、えー、なのに、一方でまだ世の中はそうはなっていない、つまり、えっと、未常識の状態というのをすごく感じます。で、これがき、まあ、今日のようなあのシンポジウムも踏まえてですね、将来的にこれが常識、世の中の常識になると、 医療が変わって、さらに患者、家族、市民の意識も変わる、関わりやつながりも変わる、制度も変わっていくんじゃないかなって思います。そうすることによって、社会が変わって、えー、最終的にはあの患者、家族の幸せにつな、えー、がるんじゃないかなっていうふうに、えー、思っています。はい、いい、いい以上です。す。すありがととうございますすございいままめになって。<laughs> <laughs> ありがとうございます。<laughs> どうしようかな、じゃこの次はどうしましょうか、白石さんは何かちょっと最後にこうコメントありますかはい。 ありがとうございますさっき2人主治医生とか ICT を使ってっていうことがあったかなと思うんですけども実はあのステーションであの子どもを看取ったことがあるんですあの5歳の脳腫瘍のお子さんの見取りをした時にあの本当にこう地域では、えー、MCS メディカルケアステーションっていうあの、はい、ものを使っていて。 あのそれであの医療連携を行っていました。で在宅の先生とあとは大学病院の先生もそこにしっかり入ってくださって本当にあのタイムリーな情報共有ができたケースは本当にあの特殊なのかもしれないんですけどそこに私たち携わらずあの本当に訪問看護として。 携わらせていただいたただことですごく正直に言うと本当に2人の先生方がしっかり連携しながら私たち看護師も一緒にそこに入らせていただいてえとそのお子さんご家族の支援ができたっていうことは訪問看護師としてはすごく学びになったケースがありました。なので本当に訪問看護としては主治医の先生あとは本当にあのまあ そのお子さんのことはなんですけども本当に高齢者だと介護保険でさまざまな、えー、と介護職の方々であの先ほど新田先生もおっしゃってましたけども薬剤師さんもやっぱりお薬の管理でしっかり入ってくださっている方もたくさんいらっしゃるのでしっかり地域で連携しながらご本人がこう住み慣れたお家で。 こうご家族と安心したであの状況で暮らしていけるっていうことにあのあそういう地域になって本当に皆さんがあのご自宅に帰られてご家族と一緒に楽しく生活ができることがいいことなのかなってはい思いますすみません以上ですありがとうございますそうですよねでも、IC、I C I C T というかそういう M C S みたいなものでこう 大学病院の先生も含めて入ってやるってなかなか本当理想的ですけどね。本当でもあのいいですね。そんな形がみんなできるといいんですけどね。はい、ありがとうございます。<laughs> はい。じゃあどうしよう。じゃあ宮田さんちょっといいですか。次にコメントいただいて。はい。私はあのアナログでノートに書きましたけど。<laughs> <laughs> きちんと ICT の,あの礎はあるんだということを知りました。でなんか河野さんもおっしゃってくださってたそういう今はまだ常識じゃないみんなができるものじゃないけどちゃんとこうシステムとして始まってるものがあるそれがまあこれからどんどん広がっていってどこの病院でもどの患者さんにでもそれが提供できるような常識になるような時が来たらいいなと思いつつ。 が、病院にいる私たちはやっぱりこの地域で医療を支えてくださっている皆さんと、もっともっとこうやって対話をしていきたいしで、もっともっと学んでいかないといけないなっていうことを感じました。今日は色々勉強になりました。ありがとうございました。ありがとうございました。えー、っとどうしようかな。じゃあ。私が締めしめじゃない方がいいかな？<laughs> 仁田先生に締めていただい、いやいやあの締めてください。僕い言いましょうよ。<laughs> <laughs> ううあ、りがとうございます <laughs>。すみませんじゃ仁田先生お願いします。あの小野さんのですね話とても面白いあの話で僕実はですね二十二十年前に臨床臨臨床外科学会で在宅の常識病院の非常識って講演頼まれてやったんです。でみんな病院の医者ばっかですね。 で外科医ばっかで君あの、皆さんがいかに非常識であるかという、ですね、それがすごい大満員でですね、<laughs> あびっくりしましたけどあのそれの、それがもう20年前ぐらいですね、それに比べると、さっきの宮田さんの話じゃないけども、病院の非常識はだんだん在宅の常識化してきてるというね。 ということは、これはこの20年間大きいかなと思います。かといって、じゃあまだ病院は常識化してるかというと、まだまだですね、まだまだ非常識な世界にいる先生たちが多くてですね、<laughs> えーまあ、あのもっともっと、そのなんだろう、病院っていうのは、やっぱきちっと医療をやるとこなんですよね。 ただ、医療だけではない時代にもな,なってきているので,で、そこのあたりも変わらないと、地と地域との連携はなかなかうまくいかないだろうなというふうに思いますので、一つ一つは、例えばそれぞれのやっぱ患者さん中心ですよね、患者さんが中心で、近藤さん、本当にいい,いい話をされましたけど、その思いを共有化することですよ。 病院の医者、医師、看護であろうが、在宅の医師、あの看護師も含めてですね。ということだというふうに思いますので。今日は、あの、このさんの話、本当に、あの、ありがとうございます。参考になりました。本当にありがとうございます。ありがとうございました。本当に、あの。 ファシリテーターで私参加させていただいて、本当になんかいろいろ勉強させていただいて、なんかほんあの本当にその外来で見るとか、我々在宅診療所でも本当にやっぱり往診がほとんどで、外来診療でこう長く関わったりとかいうことは絶対できてない。あの、何言った先生のようにこう、外来で関わられて、徐々にこう、在宅にこう必要性に応じてっていうような形がこうできてないクリニック。 なのでなあとはそのあの地域のこう医療機関同士のこうあの、まあ、病院後なんですけどそのあの診療所同士しの連心身連携ですねそういったところとかも本当は,では、まあ、僕らが血液内科が、まあ、あのだったら他の科の先生たちをサポートする代わりに僕らの不得意なところを見てもらったりとかそういったこう関わりなんかもこうもっとできていくといいなとあのすごく今日思いました。はい、ありがとうございます で、あのえーとですね、最後にあの浜中先生浜中理事長からもちょっとあのコメントをいただければと思うんですけど、浜中先生つながりますか？はい、つな入りました。えっと入りましたので、えっと皆さんあの聞いたことあるかもしれませんけど。 以前からあの尾根道方式っていう言葉があ,のあるんですけどもで尾根道って今人口10万余りぐらいのとこなんですけど非常にあの、えっと、病院の先生方とあと地域の開業医の先生方との,あの連携が非常にうまくいっていまして、まあ、の人数的にそんなに大きなの都市ではないという地域性もあるのかもしれませんけども。 そういったことで、あの非常にあの心身連携っていうんですか、えー、と医師同士のあの連携が取れて、えー、いるんです。で、えー、と例えば、まあ、がん患者さんに限らず、えー、と入院患者さんが退院するときの,の、退院の,あのカンファレンスの時に、えー、ときに、ドクターや、えー、薬剤師さんや、えー、訪問看護師さんと一緒に、あの地域のクリニックの,あの医師もそこに参加して、えー、退院時のカンファレンスにあの加わる。 でそういったあのことがもう以前からずっとあの行われていましてで、えっと、最近特にあの話題になったのが膵臓癌がんの,あの連携なんですけども、えっと膵臓がんの早期発見のために、えっと、地域の,あの花田ドクターっていうのがいらっしゃいまして、えっと、内科の先生方にあのえっと エコーですね腹部エコーをして、で早期にその、えー、と水脳法とかです、ね、そういった水管の異常とかを発見することによって、それですぐ異常が定期的に見ることによって異常があれば、すぐ病院と連携を取って。 そういったことで、えー、と膵臓がんの早期発見、早期治療が非常にあの上がったという報告が最近もあの話題になったりしたんですけども、だからそういった意味で、これはあ全国のあ医師会の,あの、まあ、先生方の、まあ、共通の課題だと思うんですけども、えーそのえー、病院だけではなく、地域の医師の 診療所、ね、とのこの連携を、えー、いかにうまくやっていくか、えー、それでそこにあのたくさんの,あのチーム医療ですね、えー、いろんな方が加わっていただいて、そして総合的に、えー、患者さんを見ていただけるとあの、もっともっとそういったことがスムースにいくんじゃないかなと思っているんですけど。であの以前からあのこういうあの、えー、とドクター同士の,この交流会が。えーと あ,ありましてでそういうところであの常にこう顔を見れるあの話ができるという場があ,のあるんですよ。で今はちょっとあのコロナなのでそういった会合はなかなかできていないんですけどそういったあのこのお互いの交流ができるような場をあの各医師会とかでそういうのを作っていただいて、えー、お互い顔が見える話ができる関係性を作っていくってあのすごいあの大事だと思います。そそして、えー、あのそこにあのにさら あの尾道市の,この行政も加わったりして、えー、特定健診の,のお知らせとか、えーあのえっと、健診のお知らせ、あのいろんな、えー、お知らせとかですね、そういったところとか、広報誌とかでもですねそういったことを取り上げてやっているので、行政も関わって、えー、地域の住民に対するこうあし診療です、ね、の手助けもしてくれていると、そういったあの土壌もあ,のあることをあのお知らせいたします。 で今日本当にあの皆さんから、えっと、いろんなあのお話をしていただいて、これまでもちょっと打ち合わせの時にいろんな意見が出ていましたので、今回の,あのアピール文に大変あの重要なことが、ね、入れられたので、あの本当に良かったと思っています。ありがとうございました えっと、最後大橋先生。あ、どう、どうしますかあ、ちょうどうまくっ、はい、また、またところだったのち。ちょうど時間ですけど。そうですね。ちょうどお時間で、<あ>本当に、あの、皆さんご協力いただいて、本当にありがとうございました。はい、はい。はい、ありがとうございました。はい。大橋先生、皆様、本当にありがとうございました。もう、お話を伺っていたのすべてに、深く心を打たれましたが。あの、まあ、かかしつけいいという、のもあるんですね。 どういうい言葉を聞いた時にどういう先生かなと思った時にあの子どもの頃ですからまあそれは大昔ですよねもうあのいつも行く病院の先生と八百屋さんでよくお会いして頭をこう撫でてもらったことを急に思い出しました <laughs> まあそんな話もあんまり今聞きませんけれども。ということで本当にどうもありがとうございました。